は、現代フィンランドを代表する作曲家、シベリのユハニラウタバーラに支持する。在学中より大規模な作品を発表しており、1969年に作曲した公共曲第1番は高く評価された。1971年にディプロマを得て卒業。さらにベルリンに赴きボリス・ブラッハーの訓当を受け、フィンランドに戻り、 1974年から1988年までヘルシンキ大学で音楽理論を教えるとともに、1988年から母校のシベリウス音楽アカデミーで教えている。現在、公共曲を16曲発表しており、競争曲もバイオリン、チェロ、フルート、オーボエ、クラリネット、トロンボーン、チューバ、コントラファゴットと多数存在する。 第六公共局でセリー技法を用いたりもしているが、基本的にはショスタコービチの影響を受けながら、新古典主義的作風から出発し、次第に多様式主義へと軸足を移していった。1970年代後半から1980年代前半には、現代的な語法を積極的に自らの作品の中で昇華していっているが、 一方で1977年に書かれたバスーンと弦楽史重奏のための五重奏曲でシューベルトのアベマリアを引用し多様式への試みを行っている。こうした試みは1988年に書かれた歌劇虫の一生をもとに公共曲第7番虫の公共曲で現れる。公共曲であっても独奏楽器を持つ 競争交響曲のようなスタイルで書かれることの多い、アホであるからこうした作品も、また彼の創作活動における重要な側面であり、さらにテープを使った音楽や、室内楽、歌曲、あるいは4つあるという歌劇など、幅広いジャンルにおいて高い評価を得ている。百九十二年に、ラハティ交響楽団のレジデンスコンポーザーとなり、オーケストラの指揮者であるオスモ、バンスカや、 オーケストラメンバーによるアンサンブルによって、スウェーデンの BIS レーベルから、公共曲、競争曲、室内楽などの十数枚に及ぶ CD がリリースされている。ムソルグスキーの死の歌と踊りの独自の編曲も行い、公共曲第3番と共にリリースされた。現在も旺盛な作曲活動を行っており、2007年春には公共曲第14番が発表された。 他、ありがとうございます。